はい、ひろいです。よろしくお願いいたします。今日はですね、明らかに違う感じがすると思いますが、今日はフライング V、エピフォーのフライング V を試走してみたいなと思っております。今日も最後までよろしくお願いいたします。フライング V 自体僕は所有してないですし、弾く機会もなかなかないですね。で、やっぱこうやって今座って弾くと、なんかこの独特ですよね。こうはなかなか難しいので、こういう感じになるんですけど、独特。大丈夫かな、これ似合ってるんですかね。僕似合ってないですね、これはい、まあ、これを弾いてみたいかなと思います。最後までよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。先日よりメンバーシップを始めました。メンバー限定の動画を、月に、3本ほど上げています。今現在上がってるのはですね、布袋さん あのゾディアックの弾き比べの動画のアウトテイクというかオフショットの動画を上げています。ぜひ、登録の方よろしくお願いいたします。と、ノートでレッスンもしております。オンラインレッスンもやっております。対面のレッスンもよろしくお願いいたします。では弾いていきましょうか。フライング V を弾く姿勢に慣れてないので、なんかこう慣れるのにちょっと時間がかかりますね。ただ音に関してはなんかやっぱりそのフライング V ってこう独特の中央にキー、ミドルにこうすごくピークがあるような音がしていますよね。だからソロとか弾いてるとすごくこうぴったりというか、なんかあんまりこうミドルにセッティングを寄らせなくても元々がそういう音になってますよね。はい、では一応軽くクリーントーンを弾きます。
はい、いかがでしたでしょうか。僕的にはですね、昔一回弾いたことあるんですけど、フライング V を弾いた時に、やっぱ中音域にすごく特徴があるなっていう印象の通りですね。で、またちょっとなんか他のギターとはタイプが違う、音色がするし、まあ見た感じももちろんそうですけど、はい、すごく面白かったですね。でまたちょこちょこ動画上げていきたいなと思いますので、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では楽しくギター弾いてください。それではまた。